じゃあこんにちは。さあ豊さん、はい、まあ、選手の方たちが引退であったりとか、まあ、チームからまあ解雇という状況がこうネットとかでもやっぱり出てますけれども、何も選手たちだけではないんですよね、その肩叩きがあるのは。まあこの時期はね、いろいろもう戦々恐々としてるよ。そのまず豊さんもコーチをされてて、あの中畑さんとコンビを組んで、この時期っていうのはやっぱそういう時期になってくるものなんだったんですか。嫌な時期だよね。嫌な時期ですよ、本当にそうです。10月は誕生日もあるしな。豊さんね、まあ肩叩きというよりも、はい、まあ俺なんかは自分でもうやめようとか。あ、そうだったんですね、うん、まあ契約の年数も決まってたしさ、はい、まあこれ以上更新してもいいことあるかないかっていうのもあるし、はい、バッティングコーチの時でね、うん、で選手がまだ完全に育ちきってなかったからさ、はい、もうちょっとやったら完成形になるなって言った時に、うん、クビになるのはやっぱ辛いよね。そうですよね。言われる時期としてやっぱり10月が多い。10月とか、はい、まあその年の成績を見ながら、はい、ああこれっていうのはやっぱ考えるよね、どうしても。まあ契約社会だしね。まあそうですよね。成果結果そういうものが出ないと、はい、どうしてもこう身に降りかかってくることだからさ、ね、これはもう仕方ないよね。そうですね、うん、まあ、逆に言うとやっぱり優勝を狙ってる、狙える位置にいるチームの監督はまあちょっとそれだけ、まあまあそれどころじゃないよね、はい、もう優勝させるとか、はい、いい順位に収まるとか、はい、そういうことしないとね、うんうん、でまあそういうチームの監督コーチっていうのは、まあ、そういうことに気を使わなくてもいいんじゃないかな、まあね、やっぱだどうしても、ね、歴史を、はい、やっぱりこう最下位に沈んだとかさ、はい、まあ、下位チーム B クラスにいるっていうことは、うん、やっぱどうしても考えるよね。そうですね、そういう自分の首を払って待ってるとか。あ、まあそういうのはあるよ、それはもちろんですよね、うん、やっぱりもう今はまあどうしてもネットで言われているのが、例えば最下位だったり B クラスのチーム、例えば、うん、日本ハム栗山監督、うん、成績などを、まあ、そういうところからも総合してみて、豊さんどう思いますか、その成績とか。栗山監督の、性格から考えると責任を取ろうかなっていうふうにすると思うんだよね、うん、はい、その編成がうまくいったのかいかないのか、うん、監督だけの責任じゃないからさ、もちろん、はい、うん、だからそういうことで、いやもう1年やってくれっていうこともあるだろうし、やっぱチームの雰囲気を変えるっていうのは、監督を変えるのが一番早いからね、うん、そういった意味では、まあ、チームにああいう問題が起きた、まあ、いろいろ管理能力とかいろいろなことを問われるとかね、はい、いろんなことを考えると栗山監督も長くやったから変わる可能性も強いよね。そうですね、あとやっぱりその成績っていうのも見ても、まあ、成績ももちろんそうだよね。そうですよね。ただ選手がいないっちゃいないけどね。そうですね、ただ監督一人を責めるっていうのもあれなんですけれどもね。そうそうそう、だからまあ球団の、まあ、編成がどうだったのかっていうことも問われるよね。そうです、これはね。そうですよね、うん、でセ・リーグだと、まあ、広島、うん、どうですか、その、まあ、広島はね、全日本に選ばれるメンバーが5人ぐらいいたんだよね、はい、まあ、それであの成績でしょ。まあどうなのかなとは思うけどね。だからまあ例えば、はい、球団はこの監督に任しておいて、あ、これは徐々に良くなってるなっていうのか、それとも、いや、このままじゃやっぱ勝負にならないっていう判断をするのか、はい、まあ、そういうところだと思うけども、佐々木監督の功績っていうのは、はい、まあ、例えば林を育てたりだとか、小園をこう使ってレギュラーにしたとか、はい、いろんな功績はあるんだよ。功績はあるにしても、やっぱ勝負したいっていうふうに考えると、じゃあ勝負の監督なのか、うん、今我慢して育成の監督なのか、って考えるとね、育成の監督には向くけど勝負の監督にはちょっと向いてないような、そんな感じもするんだよね。だからどっちを選ぶかなんだよ、球団が。あとやっぱり優しすぎても、やっぱりそこは監督としてのその非情さっていうのも時に持っていないと。まあ一流と二流の違いってさ、はい、やっぱこう非情さを持ってるのが一流で、情しかないっていうのが二流なんだよね、結局ね、うん、まあもちろん笹岡も勝負の世界に生きたわけだから、非情なところは持ってると思うんだけど、一流のピッチャーだったしね、うん、だけどそれを監督としてできるかどうかっていうのは
またこれはまた一つ違う問題でね。そうですよね。笹岡監督は高津さんと同時期に新監督になったんですよね。ということはまだそんなにその何年もすごいやってるわけじゃないですけど、やっぱり厳しい。まあね、センスなんだよ、はい、例えばこうピッチャーとしてのセンスは抜群、うんね、だけどその監督もセンスが問われるんだよ、はい、だからそこのセンスを持ち合わせてるかどうか、じゃあスーパースターがやったから監督が成功するかというとさ、はい、やっぱもう全てセンスなんだよね。素質というかさ、うん、チームを束ねるというかさ、はい、そういう戦う集団にしていくっていうセンスがあるかどうか、うん、まあそこも問われるところだろうね、監督の仕事とすればね。そうですね、うん、じゃあちょっと笹岡監督ももしかすると、まあ、まあ可能性はあるよね、まあ、成績から見るとね。そうですね、で選手は いるわけだからね。そうですよね、うん。そして今度パ・リーグの西武です。辻監督、辻監督も辛いと思うよ今年は。そうですね、でもずっと万年本当 A クラスで、まあ、優勝もしてますし、うん、いや優勝もね、はい、2年連続で差し上げたとか、はい、功績は強いんだよ。たださ、はい、やっぱ外国人がいない、怪我人は出る、骨折者はボコボコ出る、はいね、メジャーに行く選手もいたりとか、だからまあそういうことを考えると、うん、俺はよくやってると思うんだよ。ただ、まあ、新規一点っていうことも考えるわけね。功績は認めながらも次の更新に任せた方がいいんじゃないかって、チームを若返るっていうかさ、はい、そういった意味も含めてね、うん、だからあそこは松井稼頭央が二軍監督やってたりとか、いろいろ更新を育てようとしてるよね。そうすると例えばもしかすると今年辻さんが監督をまあ、辞められて松井稼頭央さんになる格、まあでもね、まあ、辻監督の年、はい、まあ、原監督の年、うん、まあ、俺と同級生なんだけど、はい、もう辞めたらもうないよね多分。そのあ、あ、もう次がってことですか。だから自分から辞めるっていうことは多分ないと思うんだよね。あとまあ球団、球団との話し合いもあると思うけど、だから球団があとはどうするかという、まあ、例えばさ三浦大輔が、はい、多分一番若い監督かな、はい、そうなってくると一回、まあ、ちょっと一回引いとけっていうふうに、ん、まあ今年は絶対ないと思うよ。そうですね、あの1年目だし、はい、まあ仮の話だよ、はい、で一回引いとけと、でもう一度勉強をし直してこいと、うん、いうことで一人立ててまた次になるっていう、あのぐらいの若さであればまたチャンスは出てくるけど、はい、まあ、例えばその辻監督とか原監督とかもう一回ユニフォームをこれ脱げばもう多分一生ないような年齢になってきてるよね。あ、もうそうなんですね、うん、だから自分から辞めることはない。まあ、球団との話し合いだとか、まあ、各球団全球団シーズンが終わったらいろんな話し合いをするとは思うけどね、はい、まあ、優勝監督がよくやってくれたってまた来年もよろしくって言うかもわかんないけど、やっぱ B クラスに、ね、沈んだ監督は来年どうするんだみたいな、まあ、プレゼンされるかもわかんないよね。そうですね、うん、となるとやっぱり辻監督もその一人に入ってしまうのかなっていう、まあ、可能性はなくはないよね。なくはないですよね、うん、でも俺はやっぱ功績を考えるとやってる野球っていうのは俺間違いじゃないと思うし、はい、辻監督のその忍耐強さ、うん、それっていうのはすごくチームの雰囲気に合ってると思うしね、はい、エラーしても我慢をする、フォアボールを出しても我慢をする、選手を信じる、はい、若手も使う、思い切って采配をする、うん、だからよくやってると思うけどさ、まあ、いかんせん発展途上の人間も多すぎるしね。まあそうですね、うん、だからまあここら辺はどうなのかなとは思うけどね。そうですよね、うん、で今話に出た原監督はどうなんでしょう、まあ、優勝もしできなかったとしたら、その巨人辻監督と一緒だよ。一回辞めたらもう二度とこの後ユニフォームはっていうふうに考えるとすると、はい、やっぱ原監督はやっぱこう自分でユニフォームを脱ぐっていう限り、はい、やっぱお願いする。だって一番勝ってる監督だよ。まあ、そうですね、誰よりもそうですもんね。で巨人の歴代の中でも一番勝ってる監督だから。そうですよね。ということは仮に巨人が優勝がなかったとしても、もう一年原さんは監督として続投お願いしますっていうのは球団から来そう、やっぱり来る。いや、お願いしますっていうよりも監督が口を切らないと切れないんですよ、ね、切れないと思うよ。原さんは来年はじゃあ自らやりそうですか。まだ多分やると思うけどな。おあ、いや、このままでは終われないという風な多分性格だと思うよ。なるほど。負けて尻尾巻いて
ね、イニオンを脱ぐような性格では俺はないと思うんだよね。で今度は、パリーグのソフトバンク、今年ちょっとあの本当に、ねまあ、怪我人とかもありますけど、工藤監督。いやでもさ、考えてみろ、ずっと優勝してきたんだよ。そうなんですよ、まあ、優勝は逃しても日本一になってきてる監督だから、はい、1年ダメだからって変えるか、変えていいのか。普通は変えないでしょうけど、どうなんですか。まあそこら辺が厳しいところだよね。ただあそこの、あのチームはいろんなスター選手がいる球団だったから、はい、いろいろ使えてるんだよね。秋山も監督はなぜ辞めたかというと、うんまあ、家庭の事情もいろいろあってね、はいまあ、それで一旦身を引いたけども、だけどもうそれも落ち着いてるでしょ、うん、そしたらまた秋山に変わるっていう可能性もおそらくあると思うし、ゼロではないんですね。で城島っていうのも呼んでるしね、はい、だから、まあ、国分もヘッドで呼んでるしさ、はい、だから候補はいっぱいいるんだよね。いますよね、候補はいっぱい。ただ、うんずっと勝ち続けてて今年悪いからってポッと行くのかってということは勝ち続けなきゃもうクビだぞみたいな。もう心臓に悪いですよ監督。まあまあでもまあ監督業ってそんなもんだけどね。そうなんですね。ちょっと今そこのボーダーラインを争っているのが楽天じゃないですか。楽天あの今年から石井さんなんですけれども、楽天は1年ずつ変わるからね趣味みたいに。監督変えるのが趣味だから。何ですか、なんかあるんですかね趣味というか、うん、趣味みたいなもんなんでしょなんかね。だからまあ石井もやってみてあれだけの戦力を整えて自分でね、はい、で左右を振るってみて GM と兼任をしてるよね、はい、それは大変なことだと思うよ、うん、権限はあっても大変なことだと思うよ、うん、ということは一旦 GM にしなもう一度戻った方がいいね。戻った方が向いてるのかもしれないですね。 GM に足してすることが、うん、なんかそんな感じがするけどね。そこは例えば、まあ、でもそれはもう石井の腹一つだから、はい、まあそこはオーナーの腹一つ。そうですね、うん、オーナーさんの一つで全てが決まります、ね、だって3位になった監督を解任して自分がやったわけでしょ、はい、そしたらそれなりの責任はあると思うよ。それはもちろん、ね、もちろんそうですよね、うん、そこは3位として腹をくくれなかったわけでしょ、はい、いやもっと上に行けたはずだっていうふうに思ったわけでしょ、うんはい、でも実際あれだけのメンバーを揃えて、うん、田中マークも呼んで、はい事実上は戦力をアップしてるよね。アップしてますかなり、はいまあ、それで勝てないっていうことは何らかの問題があったと思うしね、うんはい、だからそういう意味ではまああそこは監督を変えるのも趣味だしもう相当な、まあ、変えてもいいかもなって誰も驚かないと思いますね。そうだね、あまただな、まただなっていうのも、ね、なりますもんね。この監督も1年かと思うよね。多分みんなそう思ってしまいますよね。でセリーグ、まあ、ちょっと最後ですけれども中日です。中日ね、はい、まあネットでは立浪書かれてますねっていうふうに言われてるけど、はいうん、まあ投手はそうだったけど、はい、野手がやっぱりね、うん打てないとかもう耳にタコができるぐらい聞いてるし、はいうん、俺も口にタコができるぐらい言ってるしできてますね。できてるよね、はい、タコ。まあまあそうだね、まあ変えてもいいのかなとは思うけどね、うんうんうん、そこは立浪さんとか、まあ、他の誰かにっていうことですね。まあそうだね。与田さんだとやっぱりなかなか中日をそう優勝だったとか。いや与田の功績っていうのはさ、はい、やっぱあのピッチャーの確率をしたよね、うんはい、であとは野手まで、まあ、手が伸びないというか、うんまあ、これはコーチの責任かもわからないけどね野手が伸びないっていうのは、うん、でもピッチャーは確実に伸びたしさ、はい、あの非常にこう後ろの確率とかもしっかりしたし、だからそこら辺での功績っていうのは俺はでかいと思う、うん、でバンテリンドームで打つ打つって言ったって、はい、なかなかホームランが出ない球場でさ、うん点を取るっていうのはもう本当至難の技だけど、はい、ただ野手の監督だったらこうするなっていうところはあるよね。そうですね。そして点を取るために立浪さんっていう声が上がってくるのもネットで出てくるのも、まあ、自然な現象だろうね、うん、そうですよね、うん、だからこれもやっぱバンテリンドームで戦う以上やっぱ点をやらない方がね、うん、いいんだって考えると、うんまあ、続投もあるだろうし、はい、でもやっぱこう野手が育ってない、もう野手の監督にしようっていう風になると、まあ、野手から誰か
選ばれる可能性もあるし、うん、そうなりますよね、うん。まあ、他の球団はね、まあ、阪神はもう要請、続投の要請出てますし、ヤクルト、はい、で、楽天とオリックスはもうそのまま行きそうですかね。まあ、オリックスはもうそのまま行くよね。オリックスとロッテですね、はい、もうロッテも行くよね。もうそのままで、もう行く行く、うん、やっぱりそうですね。まあ、勝負の世界だからね、うん、だからやっぱ負ける原因っていうのはやっぱあるし、はい、勝った要因というのももちろんある、はい、勝つっていうことはやっぱ責任を問われることはない、うん、でも負けるということは責任を問われることはあるよね、はい、その矢面に立つのはやっぱ監督である。それはもう仕方ないよ、現場を任されてるわけだから、うん、ね、どこのそれは会社でもそうですもんね。そうそうそう、やっぱり責任を取るっていう意味では、うん、だから三浦が一番安全かな、まあ、1年目ですもんね。いや1年目だしさ、はい、うん、だからやっぱ監督としてのそのなんていうの、慣れっていうのも出てきてるしね、はい、だからまあ来年に期待感はあるし。そうですね、うん、ちょっとね10月寂しい季節でもありますけれども、俺にやらさんかなと思うよね。俺にやらす球団はないのかなと思う。広島とかどうですか。どうですかじゃねえよまあ山口県近いしな、はい、なんか広島にそうですね、足を使う攻撃とか。いやいや、あそこはね、うん、伝統的に生え抜きしかやらないから。ダメなんですね、うん、俺は山口県で近いからやらせてくれとは言えないでしょ。ダメですかねって考えると、あ、日本ハムとかどうですか。日本ハム一応 OB だから、そうですそうです、北海道にも住んでたことある。そうですよ、ほら、でも球団の方、大物が待ってるから多分。それは愛さんですか。オリンピックの、まあ、可能性が強いと思う。そこで豊さんとぜひちょっとね、まあ、監督のオファーがあるんだったら受けますので。お願い待ってます、はい